について今度は視点量が挑戦者の前に立ちはだかりました。最初の相手はエスパータイプのポケモンの使い手イッツキです。さあ、手始めに歩き一発、激しい攻撃、激しいヒット。さあ、熱戦が続いております。戦う者前に入って、さあ、これは熱く当たった、セミタック、よし、ここでノックアウト。さあ、次のポケモンを準備です。ここでキリン力の登場だ。白熱したバトルが続いております。これはどうだ、ある一撃。おっと、ここで一眠りか。おっと、持っていた道具で状態異常を回復です。両者とも大健闘です。さあ、この場面で小さなダメージ、すごい一撃。さあ、両者とも激しくバトルの火花を散らしております。さあ、今度は軽く一発、ここで自陣攻撃、よし、ヒット。あっと、ダウン。さあ、一方的な試合が展開されております。ここでピクシーの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。さあ、激しいバトルです。さあ、ここで軽く当たった、いった、ヒット、いい感じです。熱いバトルが展開されております。この攻撃、アルヒット。さあ、一気に当たった。これで勝者決定です。ここで試合終了。次の相手は強です。忍びの技に翻弄されず確実に勝利したいところ。
ここで回避率はアップです。ここで地震攻撃、効き目十分。試合開始早々いきなりダウンだ。初めから大変なバトルになっております。ここでゴルバックの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2。おっと毒毒攻撃だ。おっと毒で少しずつ弱らせる。激しい攻撃、これは有効だ。おっと危ない。あたやまだ余裕シャクシャク、あたや疲れを見せております。ここで守りの体勢に入りました。セミタック、おっと当たりません。両ポケモンの間に体力の差がついております。ここでポケモンをチェンジだ。ここでカビゴンの登場だ。今は相手が弱っています。これはチャンスです。おっと回避率がアップしました。さあ今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。自分の能力のアップに集中だ。鋭い攻撃、よし。おっとダウンだ。さあポケモンは残り1匹。ここでモルフォンの登場だ。これで使えるポケモンは最後です。現在のところ残るポケモンは3対1。一方的な試合運びとなっております。ここで回避率はアップです。ここで一発、大きなダメージ。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。まだ攻撃には移らない。最後の一撃が当たった。これで勝者決定です。ここで試合終了。戦闘態勢に入って強い攻撃、これは効いている。さあ対するはおっとあまり効いていない。白熱したバトルが続いております。ここで終盤ボルトだ。これは有効だ。やっと力尽きたか。
さあ、次のポケモンを準備です。ここでカイリキーの登場だ。さあ、熱戦が続いております。この攻撃逆転を打っていた。さあ、この場面でアルヒット。さあ、熱いバトルが展開されております。ここでサイコキネシス。あー、ノックアウト。さあ、この強力なポケモンの快進撃を止めることはできるのでありましょうか。ここでゴローニャの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。さあ、激しいバトルです。ここで波乗りだ。効果は抜群だ。これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここで